カルテットのフィルハーモニー第4回目、うん、4回目始まりましたはい、本日 MC を務めますピンク色担当宇津木美久です。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速自己紹介どうぞ。でもやばい、また。いいよ、助かる。あかねさたんとつけめあかねです。よろしくお願いします。緑担当ゆみなみゆみなです。お願いします。紫担当ひじりえまです。聞こえてるのか？MMR MMR した。はい、本日もですね、北千住市 M さんにてレッドシープさんの提供でお送りさせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい、うん、ということで前回の罰ゲームを冒頭でねやりたいと思うんですが、前回の罰ゲームうずき忘れてしまって何をやるか覚えてる人ちょうど言われたメイクアップって言ったんですけど、待って、何あ、エマちゃんなのね。僕がね、覚えてるから、うん、オッケー、お願いします。なんかあれじゃない、あっち向いてホイするみたいなそんな簡単な罰ゲームだったなんかあれでしょ、ゲームだとあっち向いてホイして負けたら、うん、あー悔しいっていう罰ゲームだったかな。なんか食べる系のやつですよね。うん、本当は、うん、本当は美味しいもの食べる、ね、なんで2人でやろうとしてるのケーキがいいやケーキ、うん、何でしたっけ、あかねさん本当は、うん、あの嫌いな食べ物を食べようっていう会議だったんですけど、はいはいはい、なんかあの集合した時にちょっとわがままな女が1名いまして私はさつまいもアイスがどうしても、うん、嫌いな食べ物だって言い張る人がいたので、あのどうすんだろうって思って、あのなんかちょうど今ありますが、うん、なんか変顔でいいんですか？全然変顔はね、もう痛くも噛むくもない。痛くも痒くもないそうで、はい、じゃあ罰ゲームじゃねえんですけど、もうどれだけ世間に晒してきたか。あ、そんなに晒してきた経験が終わりで、全然、はい。痛くも噛むくもないから、噛むくもない。まあひずりさんはそれでいいとして、ゆみなみさんは大丈夫なんですか？まあ、あ、まあ大丈夫です、ね。本当に、そのまま本当にいいみたいで、まあ。いいみたいですか？あ、じゃあ準備は OK ですか？そんなさらっとする、すごい嫌だ。嫌だ。なんやね。急に心をね、もちろん務めるためにね。こうね、わかる？自分のね、お客さんたちの前でやるのは全然いいんだよ。うん。うん、でもね、後ろにいるね、後ろにいる、あの、わかる？人間大人、大人、PA さんとかね、社会の大人たちの前だよ、はいはいはい、大丈夫です、変わらん変わらん、こう配信見てくれてる人と一緒に変わらないですよ。それか、ツイッターに載せるでもいいですよ。あ、やだ一生残るからねマジで、そっちがいいの、うん、嘘、それか、あの、ツイッターの変顔をあのアイコン、1週間ぐらいするとか、それでもいい、それにしなよなんで嫌がってるのが罰ゲームだもんね。じゃあ決定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 です。今やるよ。みんなでやる、みんなではやらないよ。え、だって罰ゲームにならないじゃん、だって世の中に探しってんでしょ。嫌だ、変顔なんて生放送じゃできねえ、できねえ、生放送じゃできないんでしょ。じゃあもうちょっと後ほどやってもらおうかな。う、心の準備ができなかったら、うん、ツイッターで1週間でよろしくお願いします。話振りたいと思いますが、僕たちね、あの1週間ぐらいライブがねお休みでして、そうだね、予定的にね、先週2週間ぐらい、いや1週間か、ね、ありまして、最近皆さん何してました？みっきゅん喋ってるの聞いて最近何してましただってゆみなみさん働いてました、働いてました、うん、切実やん、いいことやな、コーヒー入れてたでしょ。あ、確かにコーヒー入れてなんかさ、ピーチリキュール買ってジュース作ってたっていう情報だけツイッターで拝見いたしました。飲み物ばっかなんで確かに確かに体内の半分ぐらい水分ですか。え、うん、ちょっと答えにくい言い方すんなよまあいいや、あかねさんは何かありましたか？MC や
やばい。何体内の 60% は水分だから間違いないだろうよ。ごめんごめんって、うん、はいしか答えられなかった。ファンタジーとかでできてるとか言ってほしかったんだけど、ファンタ好き。そういうことじゃない。私はあのラーメン食ってました。ラーメン、ラーメン、うん、ラーメン、ラーメン今日もラーメン食べてきた。すごいね。なんかこの間あのね、あかねさんとなんかプライベートで会った時に、私2杯ラーメン食べたって言ってたっけ。違う、替え玉だよ。2杯じゃない。2杯だろう。2杯じゃない。替え玉と2杯は違う。そう言ってて、違います。そんな食べたのと思ってびっくりして、数時間後にお腹空いたって言ってましたね。うん、8時間経ってたもん。8時間ご飯から、あーラーメン2杯、2杯じゃない、替え玉。2杯食べましたね。お腹減ってます。最近腹ペコ、うん、あの食欲の秋だから。あー確かにね。エマちゃんは、エマちゃんは食欲の秋ですか。美味しいね。美味しいね。聞いてた。芋が、芋が、僕最近ね、うん、あのコツを直してる。コツ。それは年中無休でやってほしいですけどね。あと曲作ってる。おー曲をね、うん、秋はね降りてくんのよ、ミューズが。かっこいい。もうインスピレーションでダバ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 。おすごいですね。ミューズが秋すごいね。だってさ、寒かったり暑かったりするからさ。確かに、めっちゃいい。今ハロウィンの曲作ってる。おおっそう。待って、来年、あれ、来年、来年のね、ちょっと作り損ねた今年。あ、今年、あ、今年も、え、毎年やってるってこと。毎年ハロウィンのために書き下ろす。ハロウィンの曲作って終わったらクリスマスの曲作る。じゃあ今からずれ込むね。ずれ込むね。確かに。多分2月ぐらいにクリスマスが。今の気候に合わせるから。ああ、それ終わったらきっとなんかバレンタインとかいそうです、ね。あ、多分5月ぐらいにバレンタインの、ね、曲が作り終わる。あれですか、トーカルはあのその四季を重んじて楽曲作っていくタイプの。グループなんすか。あ、そうかも。ああ、初めて今ね。うん。まあ4って入ってるし、ね、まあ確かにね、四重奏でね。あ、ちなみに今日はね、あのカプリッチョくんはあのお洗濯をしてて乾かなかった。違う、カプリッチョくんはぬいぐるみじゃない。やめてよ、生きてるから。あ、そう、お風呂に長風呂、長風呂で長風呂してるんでしょ、はい、長風呂して洗濯じゃない、違う、そう生きてるから、ね、お風呂に入ってて違う。お風呂で欠席って何。お風呂、長風呂で仕事しろよあいつ。すいません、本当に。まあ、雨も降ってたしね。そう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 、雨降ってたんでね、多分いっぱい濡れたんでしょうね、きっとね、長風呂してるんだ。そうそうそう、先月もね、赤沢フェスとかでたくさんあの濡れたのでね、そうそう、あ、濡れたじゃない、あのもみくちゃんにね、あのなでなでされたので子供に大人気だったから、床に落ちてたの、地面に落ちてたの。なので、そう、今日はね、あのお休みなんですが、4人と1匹で予想のカルテットなので、ぜひあの皆さん覚えて書いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そうで、ちなみにみっきょんさんは毎日寝てました。今日久々に動いて、うん、今日昼間はバーベキューしてきました。おお、寒そう。寒かった、ね、寒そう。あのね、ちょっと季節間違って、ビルの一番屋上でやってましたね、うん、なので、ね、すごい風強くて、もうすごい、だからさっきめちゃくちゃファブリーズした、うん、めっちゃしてた。そんな頭にまでするってことか。本当にね、本当に、ね、残ってる気がするなと思って、うん、いっぱいエリンギ食べてきた。そっか、人参は残ったの。あ、残ったか。セットにはなかった。そっか、そう、今度しようね、みんなでね、オフ会だ、オフ会。オフ会したいね。あ、オフ会ね、いいですね、確かに。バーベキューオフ会。え、バーベキューオフ会やる、年明け。年明け。確かにね、年明けが一番ね、寒いからみんなでこうやってできる。え、場所にもやるってこと。あ、ちょっとあ、バーベキューしたことない。室内系だといいな。え、みんなだからさ、マイブとかやるんでしょ。マイブ、あのご飯食べる系じゃなくてマイブ。オクトーバーフェスってこと。バーベキューって何。バーベキューって肉焼くやつ。次いきますか。はい、そろそろあれですか。違う話題をした方がいいんじゃない。そろそろちょっと止まっちゃうから。変顔の準備はできましたか。確かし、変顔やったら CM 行こうと思って。ツイッターでいいですか。ツイッターでいいですか。ツイッターでいい人挙手お願いします。え、何、ツイッターは投稿すればいいってこと。あ、違う、投稿じゃなくてアイコン。いいよ、1週間は長いな。3日にする。じゃあそっちにする。優しい。もうそっちにする、そっちにする、優しい、そっちにします、そっちにします。ということで、じゃあ前回の罰ゲームの
なんだっけ、罰ゲームは変顔ね、そう、3日間変顔のツイッターのアイコンに、まあ、X のアイコンにするということで、はい、すごく嫌そうな顔ですが、の後ほど、はい、後ほどツイッターに上がるので、うん、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。すごい変顔なんだろうな、ね、楽しみですね。すごい黙ってる。じゃあそれではね、一旦ここで CM 入れてもらいましょうか。後ほど。ということで本日もレッドシッププロジェクトの提供でお送りしております。イエーイ。競争のカルテットフィルハーモニー。はい、ということでここから企画コーナーに参りたいと思います。やったー。デリリン企画コーナーその1は、これがわかればミッキュンマスターミッキュンクイズ。イエーイ。はい、ということでね、4回目にして毎回こう1人ずつさ、うん、誰々クイズっていうのをやってきたので、やったね。ラスト回はミッキュンということで、うん、ミッキュンのクイズを出していきたいと思います。お願いします。多分ね、すごい、あのね、もうね、いっぱい考えたから、もうさらっとね5問ぐらいしてみんなにいっぱい知ってもらおうと思って、強欲なので、それでは1問目からいってみたいと思います。でれん、1問目、ミッキュンは何型でしょうか。これは簡単、今回こそって書いてありますがね、はい、今回はあのこの問題は別にあの罰ゲームとかは特にないので、あのさらっと書いてもらえればと思います。え、何型どの何型って、あ、違う、あの、その新型とか、そういうあの出身の話じゃない。そうじゃなくて、種類あるじゃん。あ、そう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 、月のタイプと英語のタイプとさ。月のタイプ、月のタイプ、え、月のタイプって何？四択の方。四択の方、四択。あ、まあざっくり世の中的には、うん、あの型と座は全然違いますからね、感じ。そう。天秤座とかじゃないっすよ、お姉さん。そう。あれですね。まあこれはね、さらっといきましょう、簡単なので。そっち型書いちゃうんだ。そっか。オッケー。じゃあ全員でどうぞ。せーの。じゃん。A 型、A 型、B 型。B 型、はい。ミキュは A 型でーす。イエーイ。公表してる？公表してる。公表してる。しかもプロフィールにも前のグループの時から書いてあります。A って、うん、確か。書いてない。はい。まあ、特にね、別にこれはなんかそんなに話すこともないので。だけどよく A 型っぽくないとは言われる。うん、ぽくない。逆にメンバーの
血液型知ってるの？確かに確かになんとなく自分のも分かってないもん。調べてないタイプだった。ユミナ何型なの？ B。 うん、おぽい B 型ぽい、うん、B 型。あかねもね知ってるよ、O 型。うん、違う。はい、知った顔になります。ここに知った顔になりますよ。よかった、僕だけじゃなくて分かんないの。私何型だと思う？え、知ってるもん。どうぞ答え。 AB。 はい、はい、ゆみなみさん完璧。すごすごいね。わーい、はい、確かに AB 型に見えない。うん、見えない、見えない。次どうぞ。はい、ということで、2問目、みっきゅんの好きな野菜は何でしょうか。タイムリーだな。これはね、そう、ま、あの2個あるんでどっちか書いたらでいいです。ああ、あるよね。これ範囲がどこまでかによるな。野菜、野菜範囲だな。ほら、ね、みっきゅんのことが分かってる。これは多分ね、分かると思うんですよ。これはね、かけた、うん、だからね、メンバーとわりかしご飯も行くので多分。なんで心配になるの？わかんない、わかんない。言ってるだろ。なんかほら、野菜って世の中にたくさんあるから。あ、実はね、そう、あ、みっきゅんは好きなんじゃないかなっていうのがあると思います。そうだね。かけました。いいよ。はい、一斉に出してください、どうぞ。チリン、チリン。人参と人参の草、人参。タイムリーって言ったじゃん。エリンギじゃないの？野菜なのか。エリンギは好きだけど、キノコだね。キノコですね、エリンギは。どう見てもタイムリーって言ったじゃん。エリンギの話した。しかもさ、エンディギだし、エンディギだし。あ、本当難しい。もうやだ、何すら、何も合ってない。何も合ってない。正解は、人参です。イエーイ。ね、ミキューはあのうさぎさんなので人参がとても好きです。あとね、すごい、あかねにポイントめちゃくちゃあげたいね。人参の草大好きなんですよ。え、なんか、あの抜く時のさ、そこの草あるじゃん、スーパーとかの葉っぱ、人参にね、生えてるじゃないですか。あの葉っぱが好きなんですよ、美味しくて。うん、けど、なんか浮いてる時、スーパーで売ってる時ないんで。そうね、売ってる時ないから。育ててる人が食べれるやつ。え、みっきゅんこの前、あのパセリの上位互換って言ってた。そう、パセリの上位互換。あのパセリが好きな人に怒られそうだから、ちょっとあの内緒でお願いします。全世界めっちゃうまいじゃんと思って。めっちゃ美味しいよ、ほんとに。あの人参の葉っぱで揚げた天ぷらが美味しいので、あのぜひ皆さん、配信見てる人は食べてください。よろしくお願いします。はい、はい、第3問目、なんだっけ。これだ、みっきゅんの好きな食べ物は何でしょうか。今言ったじゃん。うん、あ、野菜じゃなくて好きな食べ物。食べ物多いんだ、この女。うん、好きな食べ物です。あのね、毎日これでもいいなみたいなやつ、毎日食べたいなって。まあ、多分ね、みっきゅんのことをだいぶツイッターとか見てくれてる人は多分、あ、またこいつこんなこと言ってるなって思うと思うんですけど。見てない。見当つけますか。やっぱ悩むんだ。え、それ具体的なもの、それともジャンル。ジャンル。あの和食とか。これを、違う、例えば洋食ってこと。なんだろう、なんとかオムライスじゃなくて、オムライスみたいな、かっこいいみたいな。うんうん、種類とかなしで。なしでも、もう一個一個一個、これっていうのがあります。なんでしょう。え、なに、なんとかオムライスって何、そのラブリーオムライスみたいな、そんなメイド喫茶みたいな。キノコオムライス、あ、デミオムライスとか、単体じゃなくて、もうオムライスでまとめていいのかみたいな。何、肉の好きなもの。オムライスはオムライスで好きです。はい、一生人参食ってるんじゃないの。え、まあ、確かにね、野菜は大好きだから人参毎日とかでもいいんですけど、ちょっとこれは。え、何、何でそんなすぐかけるの。多分ね、めちゃくちゃ見てくれてるんですよ、きっと。当たってないと思う。当てずっぽうらしいっす。よし、でも当てずっぽうでもね、これでね、ミッキーのことが分かってくれればもう全然いいんですよ。ちなみにエマさん、好きな食べ物は何ですか。バグ。うん、バグ。さつまいも。さつまいもね、うん。あ、もうなんか料理とかじゃなくて、さつまいも。あ、もうだって料理できないもん。
あかねさんはラーメン。あ、ラーメン。そう、行くまでもなかった。行くまでもなかった。さっきもラーメン食べたって。え、ゆみなみさんは何なん、何が一番、なんかこの世で一番、うん、これなら毎日食べても飽きないかなみたいな。よっちゃんか。よっちゃんか。よっちゃんか。待って、これはね、みんなが何を書いてるかで、ね、全く見当もつきません、ね、月さん。でもみんな書き終わったみたいなんで、フリップはどうぞ、でん。ケーキ、うん、おまけのウエハース寿司。え、ちょっと一つずつ掘り下げて聞いてきて。ケーキは何でですか？ケーキ、うん、ケーキ屋さんだったから。あ、そうだね、ケーキ屋さんだから、まあケーキは毎日食べたいだろうと、うん、でもほら、考えてみて、毎日ケーキ見てるんだよ。うん、飽きてるだろうなと思ってる、うん、けど、まあキャラクター性を考えて、キャラクターとかやっぱりほら、人参もほらキャラクターを重んじていらっしゃる方だったから、あのやっぱケーキかなと思って、私はミッキューのキャラクターを大事にしてケーキにした、うん、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。おまけのウェハース、おまけのウェハースって何？あのブルーロックなんかついてる。常に楽屋行ったらなんか袋からウエハース出てくる。おまけのウエハース食べてる。あ、そうか、そうね。あのよくね、食玩とかで売ってるカードとかシールがついてるね、ウエハースの。確かに。こっちがおまけでしょ。あ、そう、こっちがおまけ。ウエハースがおまけでカードが本命なので。まあ、寿司合ってるかも。確かに。お寿司。いや、ツイッター見てたらって言ってたからさ、うんうん、よくお寿司食べたいって言ってる気がするし、僕ミッキュンとリップでお寿司食べようねっていう話をした記憶があったの。すごいかなって思って、うん、マジこれ以上出ない、これ以上出ない。さあ皆さん、そうやってね考えてくれます。正解はこちら、お寿司です。すごい、だからびっくりしたんですよ。待って、北千住の皆さんに喜びを感じさせていただいてる。確かに、うん、ミクとパフェ、外でパフェ食ってる時も隣が寿司屋で、あの、お寿司の匂いするって言ってた。そう、酢飯の匂いするって言ってた。そうなんですよ、この世で一番多分好きな食べ物、お寿司です。もうね、ずっとね、ツイッターで多分お寿司食べたいって言ってる。近くに海がないとそういう思考になるの？私、埼玉に住んでるから、うん、あ、確かにね、うん、海はないですけど、うんうん、寿司屋はいっぱいあるね。寿司屋はいっぱいあるから。そう、ちなみに嬉しさ噛み締めすぎて言葉が出てこない。なるほどね、その正解したアレンジで、あのお寿司行きましょうね、一緒に。この番組史上初の正解なんです。あ、え、嘘。初の正解なんです。すごい、第4回にしてめでたいね。多分ね、見てたら分かる、僕マジでガチだったもん、うん、マジあのバラエティとか気にしてた。すごい、スタンディングオベーション一人でした。本当に嬉しかった。駅の皆様とかもすごいね。でも見てねえけど、マジで。いや、見てるよ、きっと誰か。あんなかピヨピヨしてるのいるなって見えてると思います。はい、ということでラスト、ラスト、ラスト、待って、ラストにしようかな、もう2問ぐらい。まあね、好き、あ、好きな何丸シリーズが続くんですけど、うん、何丸、好きなお菓子は何でしょう。お菓子です、お菓子、好きなお菓子。確かに。え、でもこれはいつ言ったんだろうな。あ、でもこの2人にはあんま言ったことないかも。うん、あかねちゃんには言った記憶もあるようなないような。お菓子、うん、お菓子、お菓子っていうか駄菓子、お菓子は極細のポッキーが好きなんですけど、うん、駄菓子、駄菓子はね、たまにねツイッターで言ったことがあるかも。あ、でも、あ、あれかな、そう、あのね、家で箱買いしてます、箱買いしてます。え、でもなんか最近生産が中止になったとかなんとかっていう噂を聞いて、ちょっとあの命の危機を感じております。そんなに、うん、大好きなんだもん。そう、この間もね、あの、合ってます、撮影とかでも使いました。うん、撮影、あーとね、家で一人で自撮りする時の自撮りに使いました。あれでしょ、あの欲しいものリストにも入ってるやつでしょ。あ、欲
欲しいものリストにも入ってるかもしれない、ね、うん、じゃあでも、Amazon のその欲しいものリストから消えたからきっと多分生産中止になったんだと思います。わかるかな、みんな好きかな、駄菓子美味しくない、甘い美味しくないよ、あれ美味しいって言ってさ、すごい好きだって言ったのに美味しくないって言われた、美味しくないよ、美味しくない、甘い甘い駄菓子でラムネ系、制作してる会社あれだよ、大阪だから高校生の時、うん、あの商業科だったから私そこに、うん、なんかそのこういうお菓子を作りたいですみたいな、うん、企画書みたいな授業であって送った、すごい採用された、うん、うん、やっぱそんな簡単にはね商品開発にはなれない、ね、なれないでも大阪え、だから、うん、梅田駅とかに行くと、うん、そこの会社のなんかお菓子がめっちゃ並べられた展示だったすごい、神様降りてきた、好き、好きだって嬉しい、これ味、あ、そう、味もあるかも、うん、味がポイントかも、一番いや、もっと分かんない、だってお菓子だもん、確かに、駄菓子、あ、でも駄菓子屋さんってあんま見たことないかも、え、生産終了したの、わかんない、あのその種類だけかもしれない、すごい、あのね、すごい金賞を出せば出すたびにね、もうエマちゃんがちょっと調子乗って絵とか描いちゃった、描きな、いっぱい描きな、すっきりした、すっきりした、ね、すっきりするよね、うん、確かに好きだわ、ほんと、めっちゃ好き、うん、ミクがね、うん、私は好きじゃない、私は好きじゃない、普通の味が好き、普通の味、私抹茶味が好き、C って言えば、あ、抹茶だよ、それは初めて聞いた、私も今早く帰ってもらっていいですか、す時間も時間ですよね、帰ってます、はい、うん、それではフリップ道場テレリン、オレンジシガレット、これで合ってるのか分かんない、オレンジのココアシガレットヨーグル、正解はこちらオレンジシガレットです、イエーイ、なのでだいたい合ってる、オレンジのココアシガレット、まあ色は一緒か、あ、でも、ね、ヨーグル美味しいよね、モロッコヨーグルでしょ、あのちっちゃいやつ、すごいフォローしてくれるけど、ね、これはね、優しくて、これは箱買いしたことない、まだまだね、今でっかいの売ってるよ、そう、あれね、あれはきつい、あのきつい、なんかあの経験者が2人いるすごい胸焼けするよあのココアシガレットのオレンジ味売ってないんですよ、食べたことないオレンジ味、これ食べようか大阪帰ってるときあったら買ってきて、うん、ありがとう、明日にでも買ってきてください、明日ライブっすけど明日、はい、大阪帰れって言われました、ライブミッキュン、はい、あとね一問やりたいんですけど、うん、これもまたミッキュンの好きなものになるから、うん、なんかミッキュンの知りたいことなんかないですかあ、特にないって、それはそれで悲しい気持ちになるんですよなんかさ、有利そうなの言ってみたら逆に、ミッキーのここはすごい、いいの、うん、いいの、うん、うんと、じゃあ答えじゃないからね問題で、ミッキーの出生体重わかるの知らない、うん、私はわかるけど、それでいいな、知ってんの、覚えてんの、覚えてるよ、数字でしょ、数字、うん、4桁マジいいよ、うん、勝負だよこれ、じゃあミッキーの出生体重、いやこれワンチャンある、そう、もうだってこれはさ、別に僕が強くなるわけじゃないのよ、確かにみんなが弱くなる待って、あって分かるけどさ、え、これってグラム、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 グラムだよね、うん、今ちょっと今単位が分かんなかった、体重だからさ、キログラムかな、だからそもそもその人間の赤ちゃんの生まれた時の体重の平均を知ってるのかっていう話、全然、うん、興味がないから、うん、ああそうだね、あ確かに、何桁なのかも、みんなこれ知って大丈夫そう、いらなくないミッキーの出生体重知ってグラムとか分かんない、人間ってグラムなの、え、今言ったじゃん、ね、確かにね、みんな有利じゃない、確かにね、みんな多分、数字が分かんない、うん、ちなみにミッキーのこれが分かると、え、軽めだった、赤ちゃん的には軽めだったかも、うん、じゃあもっと軽いな、軽めだったし、結構ゴロ感がめちゃくちゃいいです、え、500円玉って1個何キロ待ってキロじゃねえ、それはグラムや、いいんだよ、なんて書いたって、そう、グラムじゃなくたっていいんだ、なんかに例えたってそう
これはね、私も書いてやられちゃったよ。あってない。ちなみにあのミッキュンなんでこの体重を覚えてるかというと、あらゆるもののパスワードだからです。やめとけやめとけ。めっちゃだめだ。なんかやめとけよ。恐ろしいよ。と言ってあの変えようと思って。違う、あらゆるものが本当にこれなんですよ。語呂感いいから。はい、ということで。語呂感がいい。はい、それではどうぞ。じゃんじゃららん。当てずっぽうだよ。2739、3939、多いね。ニコニコはなんでしょ、ここはさ。しかもさ、キロなのよ。2525キロ。い重いのよ。重すぎ。え、だってグラムだよ。グラム、キロだよ。キログラムってことは、え、うちらのさ、私 の身長の平均体重って50キロとかなのね。そう。で、そう4桁あるじゃん。そう、だいぶ重いで、ミッキー。だいぶ重いよ。ミリか。ミリじゃない、ちっちゃくないよ。まあ、でも確かにね、これこれで、うん、これでグラムでね、これで、もう余計に体温なんてつけない方がいい。そうだね、うん、そう、あ、体温だね。はい、単位で読みがない。はい、確かにね、あの語呂感は確かにここはいいんですが、2416g です。めっちゃちっちゃいね。うん、ちっちゃかったです。語呂、虹色で、おー、語呂感が良くて、はい、これで私のいろんなもののパスワードが明日から変わります。今からミッキーのスマホ取り上げていろんなのダメです。キャッシュカード。ミッキーのスマホは大丈夫。あ、そんな大丈夫なの。免許の、あ、やだ。でも免許のあれって必要ないじゃん。免許 の、ね、あの登録する時のあれはこれです。はい、仮で。以上、ミッキュンクイズでした。一旦ここで CM をご覧ください。どうぞ。思います。はい、そして最後の企画に参りたいと思います。イエーイ。最後の企画はただのクイズをやります。イエーイ。みきゅんはあのパティシエさんなので、食べ物クイズをいっぱい持ってきました。お、食べ物クイズです。はい、なのであのこれあのみんなもね、ぜひあのなんかいろいろあの勉強してください。多分知ってる人がいっぱいいると思う。なんか豆知識みたいなのばっかりなので簡単に考えてください。それでは第1問。あ、ちなみにあの別にあの答えた
なんだっけ。あの正解が一番多かった人にはあの商品がありますから、ささやかなね商品があるので、ぜひあの罰ゲームはない、あ罰ゲームはないです。今回はあのね、今回はなんかすごいね大変そうなさ大変そうな女神よ罰ゲームがあると思ったんで、今回はやらなかったんですよ。そうだからすごく怒られてるわ。カムシャハムニだ。こんにちは、楽しもうぜ。はい、ということでね、楽しんでいきましょう。それでは第1問でん、シュークリームのシュートは何でしょう。これはさあれだよね、これはあの過去の放送回を見てる人なら絶対わかります。はい、だからあの記憶力も試されると思います。北千住市営部でこれやりました、シュークリーム。え、食物繊維豊富だよね。覚えてる？食物繊維豊富、食物繊維豊富。しかも見て、ショークリームになってる。それは何時頃にお作りになられたんですか、お姉さん。ね、一昨日の7時頃、うん、はい、全然全然元気、ご飯食べる前、ね、あおかしいね、なんか深夜とかだったらさ仕方ないねフォロー入れてたんだけど、ショークリーム感。しかもこの、 あの私のこのね、あの落書き帳、あのヒーローなんで、出して大丈夫、ヒーローのやつなんですけど、そうこれ買いに行ってもすぐ開けた。でこれ書いてからご飯、これご飯食べてから、違う、書いてからご飯食べるからねって言って、そっか、そう頑張っていっぱい書いたので、ぜひえ、なんかすごいです。算数みたいなことしてる人いるんですけど、対策ができると思います。皆さん少々お待ちいただければと思います。どうやって始まった、ね、でもね、しかもね、私これね、何が悪い、何が書いてる、シュークリーム覚えてるからいいか、かけた、かけたみたい、か、かけました。ちょっと待って、私が書いてなかった。味が汚いね。ちゃんちゃんちゃ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 んちゃん、よし、はい、ということでシュークリームのシュートは何でしょうか、うん、答えをどうぞ。でれん、キャベツ、キャベツ、キャベツ、それは何これは何、シューとかで、シューってこのさ、うん、この中に入ってんじゃん、うん、それをこの入れる作業、シュークリームの中にシューって入れる、うん、詰める作業のことをシューって言うんじゃないかと。おー、うん、いや、結構大まかだよね、めっちゃ優しい。なな、あ違う、あのなんかこの詰める作業の名前もあったんだけど、ちょっと今忘れちゃったなと思って。でもシューではないですね。答えはフランス語でキャベツです。正解です。あかねちゃんとゆみなみちゃん1ポイントずつ獲得です。やったー。繊維が取れるってこと？取れないよ、形が似てるってこと、うん、そう、あのシュークリームのクシャっていう形がフランス人にはキャベツみたいに見えたらしくて、それでフランス語でキャベツという意味になります。はい、これね、あの弓並さんがね問題で出してたんですよね、うん、なのでそうだよ、ね、なんか第1回の放送、2回か、答え見て感動してたよね。うん、感動してた、感動してた。第2回の放送で夢並さんがイラストで問題出してたんでね、そうだよ、そう覚えてるかなと思ったんですけど、ちょっと違ったみたいです。ちょっとね、はい、難しい。それでは、ルルルルン、次の中でギネスに認定されるほど世界一栄養が少ない野菜はどれでしょうか。3択です。 A ナス、 B キュウリ、 C もやし。はい、もう二択だな。ね、三択だよ。二択だよ。三択だよ。A と B と C であるじゃん。ナスは栄養ある。いや、チャンス問題じゃん。はい、三、三つの中から選ぶだけなので簡単です。はい、ナスとキャベツともやし、ちょっとね、もやしの絵を描くのにちょっとじゃなんかよくわかんない。ナスとキャベツって言うた。さっきは野菜だったからさ、A ナス、B キュウリ、C もやしでーす。A も。G かわいい、ありがとう、いいの、え、でも書いたんですね、もうこれはね、まあね、三択ですから、いや、ここよ、みんなで舐めすぎ、バカなこと、そうだね、うん、こっからよ。ちなみにこの中で好きな野菜はナスですね。ナス美味しいよ、ね、ナス美味しい、ナス、うん、紫だから好きでしょ。ナス、はい、それでは、もう書きましたね、正解と、どうぞ。デリリン、シ
B B C。なんか TikTok でやってたような気もするんだよ、ね。近くで見た？うん。近くで見た？いや見て。これが一番近い。確かにね、あのこの絵の差がねすごいんですよね。あの疲れちゃったんでしょうね、もやし描くときに。ちょろん。正解は B。キュウリでーす。確かにね、もやしの方がさ、確かに栄養なさそうなんですけど、やったーなさそうなんですけど、なんか世界一栄養が少ないのはキュウリらしいです。ほぼね、水分らしいキュウリは。 TikTok で見た。もやし大豆から来てるよ。あ、そうそう、大豆から作られてるんで、結構わりかし安いけどね、めちゃくちゃ。近所のおばあちゃんにキュウリめっちゃ栄養あるから食べた方がいいよとか言ってあげちゃったよ。おや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 。でもね、水分はね、詐欺罪だよ。詐欺罪だよ。はい、それでは次の問題に行きましょう。よいしょ。でれれん。僕たちはね、赤沢フェスでタピオカを売りました。タピオカの原材料は何でしょうか。これはね、たくさん赤沢フェスでもあのタピオカって何からできてるのってたくさん聞かれたんで、ミッキーはさらっとなんとなく答えてて合ってるか不安だったんですが、合ってましたんで問題にしました。そうだよね、エマちゃんはね、タピオカ売るよりね、あの裏方のね、音響さんとかをやってくれる。そうだよ、そりゃ仕方ないわな。それはね、もうずっと音響やってたからもう分からねえもんで、そのね、質問されてて聞いてなかったけど、けどね、タピオカ屋さんやりたいって言ったのエマちゃんだから。確かに。え、僕？うん、エマがタピオカ屋やろうっつってたよね。あ、僕か。うん、まあ向こうの人からもね、タピオカ屋さんとかどうって言われてましたけど。手がそう、タピオカ。タピオカでしょ。そう、ちょっと待って、ちょっと待ってね。うん、考えてください。タピオカわかる、そういう食べ方。うん。そこまで脳内食事が。さあ、脳内食事。まあ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 、でもここで今私のなんか微妙、うん、微妙、うん、ちょっとあのね、答えがねスマホに入ってて、すいません。なんでここに書いてないのか本当に謎。なんでだろうね。しかも携帯がアップデートしろって言ってくる。やめてくれ、今じゃない。どこだっけな。どこ行ったの。何書いてんの。パク、もち、もちもち、ね、ちょっと読まないね。パク、もち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 、ペタはなくない。オノマトペ、オノマトペ。タピオカ、タピオカ、タピオカはもともと違う姿をしていたっていうことですか。そうですよ。じゃあその画像もね、出そうかな。お、いいんですか。え、見せないよ。あ、見せないよ。え、画像見て逆にわかるの。わかる。いいね、自立した。はい。あ、ちょっとね、あの画面があれなんです。そうやって世界って回ってるんだ。キャサバのタピオカの原材料です。ということで、正解をどうぞ。でれれん。キャサバ、芋、でんぷん。切り株？切り株？今の切り株に見えました？だいぶさつまいもとかの。めっちゃ切り株だったよ。切り株だったね、確かに。正解はキャサバです。キャサバって何？キャサバは芋のでんぷんです。だからだいたい合ってるけど、あのこれが知りたかったんで、芋でんぷん、ゆみなみちゃんが正解でーす。天狗。いや、合ってた。合ってた。合ってなかった。合ってた。でほら、ちゃんと合ってた。はい。キヤスサバ。キヤスサバ。あのいくつか、もう。はい。ということでね、あのいくつか問題書いてきて、ちょっと出したかった問題があるんですけど、最後にしますこれを。ラスト。ラストはラッキー問題だと思います。今からあのお菓子の作り方を見せます。これは何を作ってるでしょうかという問題です。でれん。卵とお砂糖を混ぜます。牛乳を入れて混ぜます。こして型に流し入れます。蒸して冷やして完成です。っていう。よし。
分かった。これは何でしょうっていう感じですね。あのこれは本当にざっくりなんで、ざっくり書いたやつなんであれなんですけど、まあ大体わかるでしょう。美味しいよね。美味しいですね、これはね。多分ミキュのことを知ってる人はこれ一回ね、この文章同じのを前書いたことがあるんですよ、どっかに。どこに載ってるかは知らないけど、どっかで書いたんですよ。これって、うん、砂糖入れないで別のものを入れたら別のものになるよね。砂糖を入れずに黒糖、黒糖を入れたらってこと、うん、え、白だしとかってことでしょ、うん、しょっぱいものを入れたら。あ、そうだね、うんうん、似たようなものになるねってことね。あ、そうです、そうです、そうです、そう。こして寿司屋にある、まあ、こさなくてもいい。普通に卵とお砂糖と牛乳でできた蒸してできるもの。蒸しても焼いても、もう一言私は気がしたけど、蒸しても焼いても作れますよ。もう大好きなもの、え、もう大好きかはちょっと分かんないですけど、好きなのですよ。さあもうこれがラストなので、うん、時間も刻一刻と迫ってきてますので、ぜひそろそろ。ほら、時計見て。さあ、ほら時計見て。チンしかわかんないよ。チンしてもできるよ。チンしてもできるの、うん、できる。チンしてもできるってわかるの。卵とお砂糖と牛乳を入れて混ぜる。砂糖入れたら美味しい。甘い。甘い。よし。甘い。これはでもね、正解してもらいたいですね、まちゃんにも。えい、はい、それでは参りましょう。答えをどうぞ。プリン、プリン、卵焼き、正解はプリンでーす。はーい、わーい。こすそう、何こすのかね。こしたらもうこすんです。うちガスコンロもないよ。使ったことない。知らないよ。ガス代月2000円だぜ。ガス代ないのに2000円払ってるの。お風呂、お風呂。あはい、ということで以上クイズでした。正解が多かったゆみなみさん、おめでとう。おめでとうございます。お菓子の町岡で買ってきたお菓子です。いいなみたいな。え、めっちゃ嬉しい。セモンスター、セモンスター、セモンスターとナラシボックス。はい、ということで本日もありがとうございました。はい、次回はですね、12月の16日、うん、土曜日に9時からまた放送がありますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。他にも告知たくさんあります。ツイッターをぜひね、皆さんご覧ください。よろしくお願いします。そして一番大事な告知、23日にですね、カフェイベントがあります。それのあれをですね、ゆみなみさん告知お願いします。ですね、11月23日にカフェイベントがあるんですけど、こちら5500円以上のお会計で、あ、5500円ごとに、プレゼントがつきます。はい、こちらのプレゼントはトレカです。トレカです。トレカです。トレーディングカードがね、うん、全16種類ありますので、はい、皆様、はいはい、ゲットしてください。実際戦えます。します。トレカで実際戦えるのすごくない？4人とカプリッチョ。4人とカプリッチョ。種類じゃめちゃくちゃ多いんですか？16種類でトレーディングカードできるんですか？そう、すごいですね。めちゃくちゃ楽しみですね。なんかうさんくさいったみたいじゃん。なんか嫌なんだけど。まあ、お楽しみということで、はい、はい、ありがとうございます。次回は、12月16日土曜日ですね、先ほども言いました9時からもう一度ですね、ここ北千住 CM さんにて配信ありますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします、はい、そして次回の MC はゆみなみちゃんでございます。次回何やろうかなとか考えてますか？全く。はい、ということでね、皆さん1ヶ月間ずっとですね、楽しみにしててもらえればと思います。最後なんか一言ある人なんかどうぞ。また来月。エマちゃん、かわいい。これね、そうみきゅんがあのさっきあのエマちゃんに似合うだろうなって思ってあげたやつで、これつけて帰る、これつけて帰りますか。はい、そして僕たちはですね、SNS やってます。 Twitter ぜひね、たくさんフォローしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、僕たちが今日
ありがとうございます。